フランチェスコ・マリア・ボルボーネ・デル・モンテは、イタリア出身のローマ・カトリック教会の数奇教、外交官、美術官邸家。バロック美術の巨匠・カラバジョの最初のパトロンとなり、また多くの重要な芸術作品を収集していた、ことで知られる。デル・モンテは、数人の教皇と大勢の数奇教を輩出した、ベネツィアの上級貴族、デル・モンテ家に生まれた。父は、 初代モンテ・バロッチョ伯爵となったラニエリ・ボルボーネ・デル・モンテ公爵、母はミネルバ・ピアノーサである。また、血統的にかなり離れてはいるが、後にフランス王家となるブルボン家の血を引いていた。デル・モンテの教会でのキャリアは、モンテ・ファバーリにあるサンタクローチェ修道院の聖職録のみを受ける修道院長の役職から始まった。彼は、間もなくローマにおき、 非常に若くして、アレッサンドロス・フォルツァ数期教付きの会計検査官に任じられたものの、その後、フェルディナンド・デメディチ数期教の取り巻きとなることを選んだ。1580年には、首都座署名員最高裁判所の転送官に昇進、そして連続して、トスカーナ大公となったフェルディナンドに使えるようになった。デル・モンテは1588年12月14日、 シクストス五聖主催の教皇数密会議の決定により、女祭数記教に任じられ、翌1589年にサンタマリアインドミニカ聖堂の女祭になった。デルモンテは数記教となったばかりで、1590年に2回行われ、1591年、1592年にそれぞれ1回行われたコンクラーベに出席している。サンタマリアインアラコエリ聖堂 サンタ、マリア・イントラステベレ制度、サン・ロレンツオ・インルチア制度は、後に、デルモンテの名義制度となった。数奇教を、デルモンテは熟達した、外交官、行政官であった。彼はかつて数奇教であったトスカーナ大公、フェルギナンド・デ・メディチの代理人として活動し、身長かつカッとした親フランス派として、教皇に対する影響力を争うスペインとフランスの争いに身を、 当時たデルモンテは1606年から1616 16年までトリエント協議会の責任者を務め、1621年のコンクラーベでは教皇となる野心を抱いたが、親フランス派であったためスペイン派数企業たちの票を得られず敗北した。デルモンテは兄で科学者のグイドバルドと共に、ガリレオ・ガリレイが1589年に、ピサで1592年に、 パドバで数学教師として教鞭を取れるように便宜を図っている。1610年、ガリレオはメディチボシを発見した時、デルモンテ数奇鏡に製図の複製と望遠鏡を送っている。ガリレオが1611年にローマに赴いた際、太閤コジも2世はガリレオにデルモンテ数奇鏡の古文団に入るよう勧め、数奇鏡なら、 ガリレオのバチカン滞在で便宜を図ってくれると言っている。ポーズナー、フロマー、ヒバードラの研究者は、リルクヴァン・アーメイデンなど同時大臣の残した現存資料からデル・モンテには暖色趣味があり、この成功は彼の依頼した美術品に強く影響している上、教皇の座を獲得する上で障害となっていただろうという推察を発表している。 デルモンテは1627年、ローマのマダマ宮殿で亡くなり、同市にあるサントウルバーの教会に埋葬された。デルモンテは、鋭いセンスを備えた芸術と科学の支援者だった。彼は著名なガラス工芸品、ポートランドの壺の記録されている最初の所有者であり、邸宅であった。マダマ宮殿は、当時のローマにおいて最も知的なサロンであった。亡くなった時、 数木卿の収集していた美術コレクションは600点近くになっており、またカラバジョの初期の作品数点はデルモンテのために制作されたものであった。ありがとうございます。